皆さんこんにちは、クロス太郎です。今日は、G バリレラの、トリプルのシェルレ装着するときの、第2弾といたしまして、リード線の、を作るのをやってみたいと思います。ご存知のようにG のバリレラっていうのはこれはモノラルのカートリッジでございますので、端子が、2本でございます。で、普通のユニバーサルのトーンアームというのは、端子が4個ありますので、これをモノラルを、ステレオに変換してやらないといけません。つまりこのようにモノラルの2本の端子のところへ、これを4本ある端子をモノラルに接続してやるわけですね。これをやってみたいと思います。このバリラの足というのはちょっと特殊な形をしておりまして、普通の足よりも太いんですね。ですから普通の端子ではなかなかうまく合うものがありません。そこでこういったこういった金具があるんですけど、これ、これはまあ、A 門っていうところが出てる端子ですけども、これを利用してやります。これの、こっちじゃなくて、こっち側を使ってやります。で、いらないところを切り取ってやります。こんなふうになりました。さらにここのところを、まあこのまま使ってもいいんですけども、ちょっとこれだと多すぎるんで、ここを切ってやります。このように少しこう三角になるように、わかりますか。こういうふうに三角になるように切ってやります。こんな風になります。で、ここら辺はいりませんので、これだけ使ってやります。で、こちら側に、端子がこう入ってくるわけですね、こういう風に。これちょうど大きさがいいんですね。で、ここに、線をつないでやるという形になりますけども、ここにただちょん付けしてもいいんですけども、ここへ端子をちょん付けしてもいいんですけども、まあ一応ちょっと丁寧にここに端子の入る穴を開けてやろうと思います。前にも使いましたこのオートパンチャーですね。それで1ミリぐらいの穴を開けてやろうということなんですけども、わかりますか。
こんな感じで1ミリの穴が開きました。よろしいですか。さあ次は、線はいろんなお好きな線を使えばいいんですけど、今日は前回の動画でご説明した、オーテクの、カートリッジについてた、純正の、リード線を使いたいと思います。この日本製というかオーテク製のこれはよくできてましてね、この端子側とこちら側のアームの端子側とこちらのそのカートリッジの端子側とこの太さが違います。当たり前では当たり前なんですけど、ここに見えますかね、印がなんか書いてありますね。太さが違うようになってますよ。でいずれにしてもこちらの少し隙間が空いてる方ですね、これなんて書いてあるんだろう、0って書いてある、3って書いてあるのかな、なんかここに刻印がありますけども、それを見ていただいて、そちら側をの太い方を端子側はそのまま使いますから、端子側っていうかシェルのこちら側はそのまま使いますから、こっちを一旦太い方の、こんなふうに、シェル側につけるチップが、の方をこれ、切ってやります。じゃあこの線を抜いてやりますけど、こんな感じでストリッパーでこう見てやります。さあここからなんですけども、これだいたいこのユニバーサルの方の端子はだいたい決まっておりまして、この指掛けありますよね、指掛け、この色かな、指掛けありますよね、指掛け。指掛け側の、このシェルの、こちら側ですね。これが赤、白、白。で、上の段になって、指掛け側、これが緑、これが青です。これが、ライト、赤がライト、白がレフト。で、それの、プラスとマイナスと、こういう風になってます。こういう、大体組み合わせが、一般的でございます。一応そのこれでもう全然問題ないんですけども、ここにこのままこう刺してですね、問題ないんですけど、一応シュリンクチューブで、絶縁しといてやろうと思います。これヒートガンなんですけど、かわいいヒートガンで、なんか、マニキュアっていうんですかね、なんか、それをやるときの、道具らしいんですけども、結構、風量が弱くて、熱が出てっていうことらしいんで、使いやすいです。
ですよ。こんな感じで4本できました。さあ、この作った線をこのチップにハンダ付けしてやろうということになりますけども、赤白右左のプラスですね。これはここへ、で緑と青、これがマイナスの右左のマイナスですね。さあ、ここでここをハンダ付けしてやるんですけども、ハンダ付けここにするんですけども、ハンダがこっちの方へ流れてしまいますと、チップがバリレの方の端子がここに入りにくくなります。狭くなっちゃいますので、それで、それを防止するためにこれ爪楊枝なんですけども、爪楊枝をここに刺してやります。そうするとこっち側へ流れていきません。ハンダ流れるのを防止するためにここへこうやっていってやります。いいでしょうか。さあ、それでまあ今日のハンダはケスターですね。こんな感じですね。で、私はオタクなんで裏もちょっとやっときましょう。裏からも攻めてやります。これでどうでしょうか。ここ分かりますか。この中にこれハンダが流れてないでしょ。中にハンダが流れてないでしょ。これがね、流れちゃうとそれだけでもちょっとこの寸法が変わりますので、足が入りにくくなります。で、こんな感じですね。で、一応ここの足のところをこちらもシュリンクチューブをかぶせておきます。
こんな感じでいかがでしょうか。それで、この指掛けの下ですね、下側、こちら側が赤です。ライトのプラスで、その隣がレフトのプラス、で、これの上の段の、指掛け側が緑です。ライトのマイナスですね。その隣がレフトのマイナスです。これで一応リード線まで出来上がりました。今日はここまででございます。ご視聴ありがとうございました。またお目にかかります。ごきげんよう。さようなら。